いいものレーダーチャンネル、こんにちは、いいものレーダーチャンネルのカズサンドです。今回はね、こちらポケモンファン74号、第74号、こちらをね見ていきたいんですけども、はい、もう見てください、このタグ、レッグザのスペシャルタグ。いやー、これがね付録についてくるんですね。しかも今回のポケモンファン目指したのですね、情報が満載ということで、ちょっとね皆さんと情報ね少し共有していきたいなと思います。はい、ではその前にね、こちら2大袋で、はい、こちらをねちょっと確認していきたいと思いますが、さあ初開封です。はい、どうでしょうか。あ、こうなってるんだ。はい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 、はい、よいしょ。でまずレッグーザのスペシャルタグ、いや、かっこいいね。あ、スペシャルタグでね、ポケネは110あります。110。レクザー。技は？技は今までと同じかな。ちょっと開けますね。開けますね。技は、よいしょ。あ、はい、流星群ですね。流星群。はい、こんな形になっております。はい、じゃあちょっとね今度こちらね、スペシャルタグレッグーザ使ってみたいと思います。まあ、見た目はね、もう持ってるんですね、レッグーザと同じになっておりますけども、はい、そしてもう一つの方これかわいいピカチュウとポッチャマ、これなん何の上にいるんだろうね、これね。このグリーンの、これなんだろう、このリングみたいなのは。はい、ここの上に乗っかってるんですね。すごい可愛い。はい、これはね、ユイサンドがすごく喜ぶかなと思います。はい、こちらですね。はい、では、ちょっとね、こちらのポケモンファンのね、中身ちょっとね、映すのは問題あるので、ちょっとね、情報だけね、ちょっと共有していきたいなと思いますが、スーパースターポケモンですね、SSP ですね、のタグがもうすべてね、出てきたということで、まず、もうすでに出てるのがね、ソルガレオ、ソルガレオ、ソルガレオ、うん、ポケーネが172と。大きいですね。そして相棒のルナーラ、ルナーラ、これもポケネ172ということですね。うん、でソルガレオは技がメテオドライブ、そしてルナーラの方がシャドーレイ。うん、はい、ガオーレではね、もうソルガレオ、ルナーラでね、もう何回もね、出てきてね、もう段がね、次次次っていくことにですね、ポケネがガンガンガンって上がってきましたけど、さあ大人気のねソルガレオ、ルナーラ、今後ねどうなっていくんでしょうかね。これも楽しみですね。はい、でその後に来るのが、あ、はい、当チャンネルもね、ゲットしてました、ウラオス。はい、今はね、連撃のね型の方持ってますけども、もう一つね、一撃の型とありますね。はい、で、一撃の型の方も、あ、これはポケネは一緒ですね、ウーラオス両方とも144となります。うん、で、一撃の型が技が暗黒強打、うん、そして連撃の方の方が水流連打とね、なっております。うん、いやー、早くね一撃の方もね、ゲットしたいですね。そして、うん、出ますね、鳳凰、鳳凰ね、これも早くゲットしたいな。うん、聖なる炎、聖なる炎がね、でポケネが172となっております。いやー、鳳凰ね、うん、これで1、2、
3,4,5 ですね。はい、そして海流、海流、あ、海流ね、一回逃しちゃったんですよね。うん、ゲットできなかった。うん、でこれは Z 技を持っております。えポケーネが154、うん、で、通常技がドラゴンダイですね。そして Z 技がアルティメットドラゴンバーンでございます。いやー、これはねゲットしたいですね、海流。うん、これが、1,2,3,4,5,6 個かな。そして7個目、がゴリランダー、うん、ね、ゴリランダー、ポケーネが138、これはね巨大マックスね、ダイマックスポケーネになります。技が、通常技がね、ドラムアタック、そして、ダイマックス技がですね、大草原になっております。もう大草原はねもうすでに見たので、うん、そして、エースバーン、エースバーンね、ここも同じくですね、ポケネ138、通常バッ技が火炎ボールの、ダイマックス技が、ダイバーンですね。そしてインテリオンね、これも同じくポケネが138、はい、そして、通常技が狙い撃ち、うん、狙い撃ちね、あ、スピードが速いみたいですかね、マッハぐらいでるんだよね、うん、そして、ダイマックス技が、ダイストリーム、ダイストリーム、これちょっと見てみたいですね、ダイストリームね、うん、はい、できるですね、はい、そして10個目、ボーマンダ、ボーマンダですよ、ボーマンダ、ボーマンダなんだね、はい、でボーマンダの、うんと、あ、これはですね、メガ進化、メガ進化しますね、はい、でポケーネが154、そして、技はドラゴンダイブというふうになっております。あー、これいいね、全体的にいいね、うん、今回出にくいのはどれなんだろうね、うん、ちょっとわかんないな、鳳凰かな、やっぱり鳳凰かな、うん、ね、まだ出会ってないもんな、ソルガレオ、ルナーラもまだ出会ってないからね、早く出会いたいですね、はい、というこの感じですね。はい、それからですね、まだ、ありまして、タッグタグですよ、タッグタグね。はい、今回出てくるのがタッグタグで、まあ、サトシがね、出てくるやつ、ルカリオがいて、うん、それから、S 版の方はゴーがいてね、うん、それから、ロケット団ね、ロケット団はニャース。ね、はい、こんな感じになってますけども、それからタグタグがですね、ピカチュウ、ピカチュウね、うん、これはスターポケモンになります。スターポケモンでピカチュウ、うん、素早さが特に速いって書いてますけどね、うん、これが、ゼクロムとピカチュウのタグタグというふうになっております。ゼクロムがついたらすごいね。ゼクロム、ゼクロムね、うん、ポケカにもありましたもんね、ゼクロムピカチュウね、ピカゼク、うん、いやーすごいね。そしてまだありますね、情報がね、まだあります。うん、あとスターポケモンのね情報もあるんですが、あるんですが、まあスターポケモンはねちょっと飛ばすとしてですね、7月29日から君に決めたポケモンゲットぬいぐるみをキャンペーン対象のお店で買うと、君に決めたポケモンゲットぬいぐるみをっていうねタイトルですね、君に決めたポケモンゲットぬいぐるみ
ていうタイトルのキャンペーンがあったその対象のお店で買うとスペシャルタグのダークライがもらえるよということですね。あ、そうですか。はいはいはい。ぬいぐるみがねどういう対象になってるのかちょっと分かりませんけどもね。はい。7月29日からなくなり次第終了って書いてありますけどね。はい、この対象のお店っていうのはねちょっと今ここに書いてある段階でちょっとわからないですね。はい。そして、ブロックのちょっと見せるんだけどかな、よいしょ、ブロックのね、はい、こちらレッグザ、これはちょっとね使ってみたいと思いますが、他にもですね、コロコロ1番の方で、スペシャルのねメタグロスの、ねスペシャルタグが出てくると、パッと見るとですね、ポケネが98ありますね。そして、巨大マックスね、するということらしいですね。はい。それから、はい、毎回やってますね、ナムコ、それからモーリーファンタジー、今回絶対ゲットしないといけないですね。8月5日からですね、木曜日。いけるかこれ、いけるかなこれな、ちょっと怖いな。8月5日、海王ガとグラードンでございます。グラードン、モーリーファンタジーがグラードンで、ナムコの方が海王ガのスペシャルタグ、グラードン。いいものレーダーチャンネルといえばグラードングラードン愛がねちょっと異常ですけどもね、グラードン、はい、グラードンね、はい、こちらをゲットしないといけないですね。はい、モーリーファンタジーね、これ結構ね今言ってる段階ではこれ結構早い段階で取れてるんでね、取れないとねずっと取れないみたいになって、まあなるべくね早い段階で取りに行きたいなと思います。はい、この当たりっていうのが、ね、出ないといけないんですね。グラードン、海王がこれを両方やっぱねゲットしないといけないかなというところですね。はい、あとはグッズ、これはねもうネットの方に出てるかなという感じでね、はい、ということが、まあ、最新情報でね出ておりましたので、もうねもっと詳しく知りたいよって方はね、こちらポケモンファンをねご購入ください。これね超かっこいいですから、レッグザのねスペシャルタグ、はい、ということです。それでは See you next movie!